バリサン TV! バリサン TV! バリサン TV! よっしゃー、ここでさ、今サイプレスヒル流れて、うん、そっちに夢中になっちゃうよ、みーちゃん。かっこいいね、サイプレスヒルって。ねえ。ちょっとやりましょうよ。ねえじゃない。サイプレスヒルってかっこいいよね。かっこいいね。あんにゃ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 ん。シェルターじゃないの、それ。シェルターどうだ、シェルターは。あれこれ一緒だよ、一緒。チク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 、ね、はい、じゃあもう紹介しますよ。紹介しちゃう、じゃあすいません、カツオさん、ちょっと今回こちらです。ダーン、なにファーストミニアルバム、はい、これは持ってました、持ってましたよ、もちろん。いや、まあこれはね、名盤だよね。名盤よ。いまだにライブ最後さ、ラムさ、この1曲目と2曲目やるね、うん、やるね、アイムハズカムとバニティとね、うん、いやーこれかっこいいよね。これね、俺ね、スラムレコードが出してるじゃん、うん、この頃さ、スラムがさ、うん、ステートクラフトとアップホールドとラムを、うんうん、俺なんか三強みたいなイメージある。そうそう、うん、で確かね、ここがね SL003 って書いてあるから、スラムから3枚目ってことでしょ、これ。違うの、ここ。ああ、そういうことだね。ってことは、だからアップが最初出してるのか、ステートが出してるのか分かんないけど、その3番目に出したってことなのかな。じゃあそっちが先なんだね。いや、ファーイーストハードコアってオムニバスのスラムを出してるんだよね。 あれもそうか。どれが、その4つのどれかが、だから1番、2番、3番、4番なんだ、きっと。スラムレコードっていうのは今はもうないの。スラムレコードないんじゃない。うちステッカーあんだな、スラムレコード。あー、そう。でもやっぱすごい印象的だよね、これね、うん、このカズロックさんがさ、うん、これ書いててさ、ジャケをさ、これいいんだよな。俺だってナムがライブでアルバム、ミニアルバムが出ますって言った時に、やっと来た俺のナムって思ったもんね。あ、そっか、もうずっと昔からだもんね。そう、下手さ、俺ナムのね、最初のライブ見てんだよな、デビュー。おー、ステートクラフトにくっついてさ、そうやって見に行っててさ、ステートクラフトより俺はもうナムが好きになっちゃってさ、ナムが出る日にしかもう行かなかった、後半。で、ステートクラフトの時はもう外で友達と喋って、あ、ナム始まるっつって、ナムこっちに行ってっていうのやってた、今思い出すと。いや、でもかっこよかったよね。まあ、センタ君やっぱちょっと今もそれからおしゃれなんだよね。まあね、これさ、今さ、SGW とかやってやってんのかな。やってないよね、きっと。いや、どうなんだろうね。Something go wrong。 俺大好きやったんだな、 SGW。 見に行きましょうよ、ナム。ナム、ナムいつやってんだろう。あ、5月にあれやんだよね、あのちったのやつ。あ、なんだっけあれ、ブラッド、ブラッドアックスか、うん、あれでナム出るもんね。うん、見たいな。それちょっとロケ行かしてもらおうか。頼んでもらえる。え、頼んでもらえる。いいよ。ほんと、誰に頼めばいいの。小浜さんか、ロイヤルに頼む。うん、そうね。そういうインタビューって、そうだよ、ね、インタビューはさしてくれるんじゃない。だってセンタ君出てくれたし。そうだね、うん、夏尾君とかにもちょっと聞きたいよね、話ね。聞きたい。夏尾君とセンタ君と小浜と小葉君と勝手に言ってるけどすごい、俺見てたいわそれ、マジでねえ、だってもうすごいし、ハードコアのこともう山ほど知識があったら超面白いよね。みんなで雑談会して、俺らいない状態で4人で雑談会してんの撮っときたい ねえ、やばいよね。それの方が回るんじゃない、再生回数。回るかもね、悔しいけどね、回る ね、いや、これのだからね、うん、俺ね、なんていうの、レコ発も行ってんだよね。あ、そう、うん、なんかね、俺ナムの追っかけみたいなのさ、途中から。あ、そうなんだね、うん、なんかやっぱナムめちゃくちゃかっこよかった。なんかさ、ステートクラフトが地元の友達でさ、うん、ステートクラフト行っててさ、やっぱニュースクール、うん、はいはい、そうね、を聞いてさ、うん、まあかっこいいなと思ってたけど、うん、かっこいいよね。やっぱナムのはさ、こうグルービーなんだよ。そうだね、うん、やっぱりさ、こう俺はさ、グルービーじゃん。俺グルービーだからさ、よくわかんないんだけど、なんかステートグラフトさ、うん、ナムとかステートグラフトとかさ見てるときにさ、ナムかっこいいなって思い始めたときにさ、うん、ステートグラフトおっせえなって思って。あ、でもそれはあるよね、やっぱね。でもあれテンポが遅いしさ、あれはあれでかっこいいけどね。そう、かっこいいんだよ。で、小浜がさ、なんかね、地元にね、このなんつうの、
自分の倉庫みたいなのを、うん、曲作ったりしててさ、ステートの新しいのできるとさ聴かしてもらったらすぐすげえいいね。そうそれ今考えるとね、うん、で俺はもう心の中でで、かっこいいんだよ、うん、かっこいいんだけど、ナムの方がかっけえなーと思って友達だから言えるよね。そうね、深いからさ、うん、まあ、小学校からの連れだよね、小浜は。それはそうだから、うん、センタ君とかさめちゃめちゃおしゃれでさ、俺の中のセンタ君ってアディダスジャージに、そうあるね、三つ編みロン毛の三つ編みしてて、うん、誰より暴れてるセンタ君だった。わかるわかるよ。でそれを見てアディダスの3本線のジャージ買ったしさ、ああファンじゃん、ファンだよ本当は。で俺はもうこのドレッドみたいにしたくてさ、選択みたいので、なんかさ選択がさこうなんつうの、うん、こう巻いてさ、巻いてなんかジャンプしてる、ね、そうそうそう、うん、でこうするのがかっこよくてさ、うんうん、これが欲しかったでこうあファンだ、バカな子だ、ほんと来いよ来いよバカな子だでさなんかね、うん、そ10年前でもないけど、まあ、10年以内、7年、7、8年前ぐらいに、うん、アジアになんか遊び行った時に、ナムがたまたまライブやってたの。で、俺、大の字の大地さんと遊んでて、うん、で、結構飲んでて、うん、アジア行こうって言って、そしたら、あ、ナム出てんじゃん、今日って言って、見に行って。俺さ、なんイベントでさ、もう酔っ払ってるからさ、うおーって言ってさ、そしたら、センタ君もさ、ユッティーナースって言ってくれてさ、めっちゃかっけえ、せんたくん一個違い、一個違いめっちゃかっけえ、言ってねえなーすってさ、マイクこうやって俺に向けてくるさ、もう、ほんと俺19、20歳の時の俺に戻ったの、戻った、もう最近、それでも最近っちゃ最近の話でしょ。うもう俺だってあの1曲ぐらいあの、あなんで、はい、サムシングオールオブじゃない、うん、あのタイムハズカムとか、うん、全部歌えたのね。でもさ、あれマイク通すじゃん、俺なんかステイトクラフトの時かな、ユニティ&ファイトのコーラスをこうやってさ、や大貫さんがさ、こうやって、うんうんうん、俺が袖に行ってさ、こうやったね、はいはい、でさ、なんとなく普通に歌っちゃうじゃん。そうだよね、ユニティ・ファイト・クラフトって言ってたらさ、うん、あれさ、ハードコアの声ってさ、やっぱちょっと度数を入れないとかっこ悪いじゃん、悪い、ね、負けるじゃん、うん、なんか俺、カラオケ歌ってるみたいに歌っちゃってさ、すっげえさ、マイクだからさ、全部に広がるじゃん、なんか歌いながら軽俺の声ってアニューティーみたいな、でいやそうなるよ、だってそうそうあんな声いきなり出ないもんだ、そうそう、いやねちーってこうなんかちょっとドス入れていきたい、そうだね、うん、それをもうさいきなり向けられたらさユニティーってパイパイカー、この小学生、小学生よ、合唱コンクールみたいな、でもかっこいいね、いやだからハードコアのこうマイク向けられた時はやっぱこうドスいかないと、うん、あとはインナミ君みたい、プロテクトのインナミ君みたいにこの高い声のかっこよくいい声の声あるじゃん、まだだだっていうあの声、あの声を出すかどっちかだよ、いやでもモネさんどっち、高い声いくよじゃあ、うん、タイムハズカム、うん、タイムハズカム、いや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 、わかんない、恥ずかしいね、どうすればいいんだかわかんない、恥ずかしいよ、いやなんかさ、サンタ君もこの時の声と今のボーカルの声って、うん、絶対違うね、今ちょっと高いのね、この時って結構ドスの聞いた感じの声なのよ、確かに、うん、いいですよ、ね、いいですね、じゃあまあ、これはどっかで聞けるんじゃないかな、いや聞けると思う、これさ、なんかサンタ君がさ、うん、ツイッターでさ結構か、これカラービニールなのこのアルバムも、うんうん、ね、ほいで何色が結構レアだみたいな、こう俺の持ってる何色ですみたいなやつ、俺それ乗り遅れちゃってさ、うん、俺ピンクなんだよ、それこれがレアなのかどうなのか、多分これツイートした時に選択に答えてもらおう、うん、俺ピンクなの、俺何だったんだろうな、もしかしたらなんかね、うん、水色とかの人もいたんだよ、へー違うんだね、そうだからレアのカラーがあるみたいな、で俺の中では多分ピンクは多分ベタな気がするんだよ、それね楽しみだね、うん、ちょっと選択を教えてくださいね、はい、というわけでこれもさ聞いてみてください、うん、いいね登録よろしくお願いします、バイバイ。